同じくジャムスティックの部です。このさっき皆さんが発表した同じスマートラ西岸で観測した突風ということで、で最初にまず突風という意味をここで言う意味を説明しておきます。で普通我々天気予報で用いている単語風速というのは10分間の平均風速を指すものであります。ただし今回我々の観測は1分間のデータを取ってますので、ちょっとこれとは違います。また普通瞬間風速というのは3秒間12個のデータの平均するので、ここまた違いますので、で普通突風というと急に吹く強い継続時間の短いものと、で具体的に気象庁の定義でもあまり書いてないけども、でアメリカの観測から見るといわゆる8メートル以上、そしてこの上静まる時とピーク風の時にの差が、9ノット以上ということで、時序時間20秒、ただしここで言うのは瞬間風速なくて普通の観測した1秒間の風速のことです。でむしろこのスコールというのが1962年に WMO が定義ありまして、風速11メートル以上と、その風速ザピーク時、ピーク時と静まる時の差が8メートル以上という持続時間が1分間に、むしろこれをスコールにそのものです。で観測概要はもう先ほどありまして、シマトラですね、西岸ベンクルというところであります。日本でいう気象災害ですと台風とかよく豪雨がありますけれども、でここベンクルは南緯 3.9 度ですので台風は発生しません。そしてでなのに時々こういう被害をもたらす強風が起こります。観測期間中に核溶爆も飛ばされたという日もありました。でここ先言ったように緯度低いのになぜ発生するかという防災の意味でも重要ですし、もう一つは、MJO ということけれども、この MJO が雨が強まり、そしてよくローカルアキックフェイスの時にセーフバストという強い石風がもたらすことがよく皆さん知られていると思いますけれども、だけどもこれ普通は大気量に仮想ですね、150ヘクタールの風を指すことが多いで、で地上の観測データが少ないのでよく限度が分かりません。で そしてこの MJO が地上の風にどういうふうに影響をもたらすかを調べるために、この観測データを解析したものがを報告します。で早速ですが、これがこれ2ヶ月連続観測した気象の変化です。これは時間先、これを時間平均ですね。こちら雨、そして気温、そして放射で、先ほど横井さんの発表もありますように、MDO の前と MDO の時の変化は雨の降り方はだいぶ違います。このように MDO の前ではちぎちぎど変化を顕著になっていますけれども、MDO の間は雨降りますけれども日変化はそんなに顕著ではありません。そして気温も、日差がこの放射短波放射ですね、減ってますけれども、普段の3分の1以上はあります。そのために気温も顕著な日変化が MDO の間でも出ています。それでこれが雨の日変化の平均してもらうけれども、 MDO 前の10日間、11日間では雨が夕方と夜に集中してますけれども、日の間は降りません。そして MJO の間は1日間、どれ時間帯でも降りますけれども、午前中にたくさん降る傾向があります。早速本題ですけれども、風ですけれども、これが1時間平均の風ですね、60個平均したものですけれども、 MJO はこの11月26、27日から11月27日から12月の、5日頃ですけれども、この8日間、がメインですけれども、この前とその後 MDO の間でもこの1時間平均した風はそんなに大きく変わらない、若干この辺大きくなっていますけれども、
これが一眼平均にしたもの。そしてこっちが最大風速、10分間平均の最大風速で各時間ごろっとしたりでも、先ほど違いまして、ここが円柱の間にこういう宇宙物と大きくなっているものがあります。さっき言ったこれ1分間のものなので、さっき言ったスコールみたいな11メートル、こういうのがこの1、2、3、4回あります。で、これ観測データは持続時間が1分間なので、この観測データ自体が1分間のもので、これ最大風速です。で、これが1分間のデータをそのまま、24時間プロットしたものです。で、これが先ほど示した、4回、このスコールを定義したものを発生した、観測したものを、この11月27、28、炎上の始まった日とその間の強く、観測されます。これを見ますと、炎上の間では1日間何回かこう強い風が起こります。時々、これ11月29日にもう1日中時折強い風が吹きます。で、また12月3日みたいに、結構1時間以上も結構な強い風が吹く時もあります。で、もう一つ特徴としてはこの1分間の雨をそのままプロットしたけども、大体強い風に伴い雨も伴います。すべてのこの4回もそうです。移動期間も、短いのが数分、5分くらいあります。長いのはこういうのはもう30分とか1時間くらいもあります。で、これがレーダー観測されてこの対流の変化ですけども、これが1つの例で11月29日、この時間は UTC 時間で、レーダーの観測は10分間で1個、この BFG のレーダーなので、10分間の間隔で観測しています。このように、この MTO がその最初なので、次々と数時間ごとに、この対流が、北西の方から東南東の方に進んでいきます。で、この広範囲のさっきの風を見ると、この広範囲ような広い範囲の対流するときにさっきの、強い突風が地面に観測されます。特に一番強いのはこの、さっきもう一回来ると昼過ぎですね、UTC だと5時ごろですね、のが一番強いので、朝2回、夕方1回、3回この強い広範囲の対流を作るときに地面で強い突風が観測されます。この辺に1回ですね、12時ですね、で、この工事で12時ですね、でもう1回強いのが来ます。この範囲が50キロなので、これ以下100キロ、これ全部で200キロありますので、この速度は結構速いです。秒速ですね、25メートルぐらいの移動速度があります。で、これが先ほど示した4回の自動観測したスコールの時の対流ですけども、この真ん中が、1回、2回、3回、4回、真ん中がトップ観測された時刻の、この対流の分布。そして30分前はこのように、大体30分前はこの50キロさっきの頃に、移動してきまして、で、この辺に強い突風観測しまして、ここで、示したいのは、この突風観測に全てのケースが、この広い広範囲範囲の対流が、移動してきた時に、逆にもそう言えるので、MTO の時は、広域の対流が起こる時に、地上には、強い風が観測されます。もっと詳しくこの、気温の変化を見ます。この4回ですけれども、これ1分間のデータなので、突風後の赤い矢印を示します。27日、28日、29日、12月3日と。で、このようにも分かりますように、突風を観測するときにこの急激な気温の低下が見られます。変化の幅は大きくて、小さい時は 1.4
20分くらい、10分か20分くらいで 1.4 メートル、2.4 度くらいです。大きい時は4度近くあります。でこちらがあの気圧の変化で、気圧変化はちょこっと見えるんで、このように赤いところするんです。で、大体大きいところから大きいところで 0.7 ヘクトパスカルの場合で、この風が吹いた後、5分か10分間にこの時間の急激にちょっと変化があります。でこれ相談湿度だけれども、これは必須だけれども、旅行生も書いてますように27日は急激に下がります。29日も少し下がります。で28日とか12月3日はむしろあまり変わらないか、むしろ増加しているケースもあります。その辺がこれから調べていきますけれども、この MTO の時に突風の原因を考える時に、MTO は前はどうでない時はどうですかというので、MTO 前に同じような広範囲の大量発生数がありますけれども、その時にやはり急激な気温変化、変化の幅も大きくて、4度近くありますけれども、その時は突風が発生しません。まあ、突風は、方向は変化しますけれども、突風といえば 4メートル、5メートルというのがありますけれども、さっき言ったような12、3メートル、そして瞬間風速20メートルような突風は発生しません。で、MTO と MTO でないとどういうことかというと、さっき皆さんも示したけれども、その時、MTO の時は、特に1キロから4キロ間に、この北西の風が25とか30メートルくらいありますので、で MTO 前はもうほとんどこの3メートル、6メートル。でかなり弱い風、ほとんど、まあ、無風とは言いにくいけど、かなり弱い状態。ということで、結果をまとめますと、MTO の時にはスパスパがこう突風が観測されます。ですこれは広範囲の対流が通信の時に観測されます。で気温が急激に変化、そして気圧も変化するけども、そんなに大きくない。で一つ重要なことは、MTO の時は、上層に、上層といっても1キロから4キロの間に、で20から30メートルの強い風が吹きますので、でこの MTO の時は温度差は大きいけども、温度の低下は、突風が非常に弱い、まあ、突風の変化は。で昔もこういう観測例も出されるけども、大体4メートル、5メートル。MTO の時だけは12キロ、15メートルの突風が観測されまして、でこの普通、この非常に大量発生するときに、こういうフロントガストみたいなのが発生しますけども、これだけ考えると、考えにくいのは、やっぱり上層の、運動の輸送が非常に重要、むしろこちらの効果がこちらより大きいとは推測しています。で、これ、詳しいことはこれからいろんな観測データを使って調べていく予定であります。以上です。ではご質疑をお願いいたします。結局朝方の、それであっても気温が時間的に上昇していく時間帯に起きるのと、夕方のから晩にかけてそれでなくても気温が下降し時間的に下降していく時に起きるのと違いますか？それは多分違いがあります。ただしこの気温の低下はこの突風の間は非常に短いものなので、はい、もう5分とか10分程度なので、普通の時間の日変化のはかなりゆっくりなので、このもちろん最終結果は2つの重ねたものだけれども、多分もしいいと言えないけれども、一応効果がこの対流、強い対流による気温低下が圧倒的な大きいと思います。ただ5、6分あれば地面は加熱される度合いというのは結構あると思うので、それはやっぱり朝と晩とで一番下のアンテナとは違うんじゃないかと思います。そうですね、今後これも考えていく必要あると思います、はい、他いかがでしょうか？竹内さん、この、顕著な突風についてはなんかメソ大陸系というか組織化した場合が多いと思うんですけども、そうでない突風というかっていうのも結構あると思うんですね。となると降水強度とか気温の低下とその突風の強さともなんか相関ありそうな気がするんですが、その点ではどうなん
何か調べられてたら教えてください。まだ私はその辺はまだ調べてませんけれども、例えば昔川村かなり個別な対応でも強い突風を引き起こす時もあります。そのこういう赤道域では。だって今回の報告はかなり広範囲のところの突風なので、これからもあちらは私は調べたことがありませんのでよく分かりませんが、今日の報告はもっと広い範囲の遠近管理の突風です。他いかがでしょうか。コメントというか希望というか、今武部さんの話、そのコンベクション一個一個が組織化する組織化しているのがレーダーで見えているわけですけれども、それが時期によって全然違う組織化をしていて、それの片一方はトップにつながっているというような理解だと思うんですけど、ぜひともその最後にある気象レーダー観測データ解析ということで、そのピクセル一個一個を数えたり、そのスペクトルというんですか PDF を書いてそれを比較するとか、あとその面積統計なんかも面白いと思うんですよね。そういうのをぜひともやって、時期 A と時期 B で組織がこんなに違うという定量表現をぜひとも、はい、分かりました。これ面白いそうですね。はい、はい、やっていきたいと思います。誰か時を聞いたら、個人的に数値モデルでそういうことをやったもんですから、ね、それと比べるとは、他いかがでしょうか。一ついいですか。すいません。その基本的なことを教えてください。その地上から1キロから4キロのところで FGM を取るときに北西風が強くなるというのは、これは一般的にこの地方では起こることなんですか、それともこの時にそういう現象が起こったんでしょうか。一般的に、専門家がいっぱいいるので、ちょっと私、それ言いますけれども、一般的に言ったと思います。やめておくと、この火葬には強い成功が観測されます。どうもありがとうございました。じゃあ次、茂木さんお願いします。